アプリ半本スレが別の話題で込み入っている時に語りたい人用のスレです。泥使いも気にせずどうぞ。運営からの分断工作扱いになるかと思うので。大将ツイッターやらかし&AMP トレス氏ツイッターやらかし守る沢公式無許可のアフレコ動画上げるレオリベンジポルノ&A。ナイツトさん基人にリーチかかってる。ベニツキも。いきなりすれちわろた W。一おつイベントお疲れ様。一おつかり始めてボーダー付近いたけどどんどん下がってってわろたさよなら北斗。一おつに航空へイベントお疲れへ次何かな卒業ネタは次の次。3月後半が新キャラかな。イベ予告楽しみ。わー通り可愛いと思ったら千秋も可愛くてとうとう卒業ネタ到来っぽくてどうしていいかわからないとりあえず走る。卒業ネタ辛いけど楽しみでも辛い。こういうドラえもん最終回みたいな自立しようと頑張る成長話は王道だけど大好き前回ペース濁ってダイヤ半端に砕いちゃったけど今回は頑張ろう。ショートソータが次かその次に出るであろう新キャラについて言及したりするのかな。するかもね。それで3月は新キャラどれ。可愛い通りもいいけど開花後の凛々しい通りもいいね。イベント延期みたいだけど楽しみガチャも気になる。イベ延期でもガチャは明日発表するかな。前回紅茶ブスとめっちゃ可愛かったから今回も楽しみだ。ガチャは今日告知してほしいな。推しが来たらいろいろ準備が必要だしアプデごイベガチャ同時開始みたいだから余計に。内容はわかるけど絵が謎シチュエーションすぎて笑ったスラム街みたいな背景やるのかな。しのぶの顔がキリッとしてて可愛い。ガチャ特有の突飛な状況は結構好き。 W 忍の覚醒器や背景がニューインクっぽい色合いだけど関係あるのかな。ナズナは最近何かと席を外すことが多いね。ナズナ例の新キャライベまでいろいろ引っ張られてる感がすごい。ここ最近なかったキリッと顔の忍の可愛い。せっかくの放送委員会なのに3人揃わないのかな。ナズナさんでいてほしい。3はナズナの可能性やるけどあともう1人は誰だろうね。ニューインクっぽいところもあるからユータとか。赤が弱すぎる。次の緊急プカプカなのかな。ガチャが日曜スタートだと育成が直っていいね。押し引けるか緊張してきた。ガチャスト良かった。どこをとっても忍が可愛くて忍を次第満足。誠が頼もしくて優しい先輩してて新しい一面が見れたのも良かった。ベンチに座ってる忍が可愛すぎる。衣装の名前が青春スタジャンでちょっと笑ってしまったけど4人ともにやってていいね。3にも衣装毎回つけてよく。同じく可愛すぎて開花できそうもない W。 あの笑顔見てるだけで幸せになれるわ。開花プカプカと緊急響きかっこいい。忍ってよく特大になるね。私の推しは一度もやったことないから羨ましい。特大だけじゃなくて普通ライブもだけどね。アドニスも多いな。